シュで作った白鳥シュー皮、または、シュー生地は、シュークリーム、クロカンブッシュ、エクレア、フランスのクルーラー、ベニエ、サントノーレ、パリブレスト、ドイツのフロッケンザーネトルテ、インドネシアのクエスウス、マ、ま、タグジェール等を作るのに用いられる、軽いペーストリーである。バター、水、小麦粉と卵のみから作られる。ヨークシャープディングや、デビッドエア、エスパンケーキと同様に、 膨張剤の代わりに高い水分濃度のため調理中に発生する蒸気を用いて膨らませる。州ワは通常焼いて用いられるが、ベニエは揚げて作る。スペインや南アメリカでは揚げた州ワでチュロスを作り、薄いチョコレートブランマンジェに浸して朝食に食べられる。オーストリアでは茹でて甘いアンズのダンプリングであるマリレンナドルが作られる。これにクリームを詰めて、 クレームパフやエクレアが作られることもある。なお、茹でたシュー側をマカロニ代わりに使用するパリフグラタンといった調理例もある。フランス語ではパータ臭という。臭はキャベツの意味である。臭記事の原型は16世紀にメディチ家からアンリ2世の王妃として嫁いできたカトリーヌ・ド・メディシスに付き添った料理人ポペリーニによるものとされていてる。 ポペリーにの考案したものは生地をスプーンで天板に落として火で乾燥させたものである。定説ではシュー生地を完成させたのは18世紀のパティシエであるジャン・アビスとされている。アントナン・カレームはこのレシピを改良し今日一般的なシュークリームのレシピを完成させた。ありがとうございます。